バンド奏でやってみたいこと試してみました。皆さんこんにちは。これまで4回バンド奏を紹介してきましたが、バンド奏でやってみたいこと、それをまだ試していません。今回は2面から切断して立体物を作ることに挑戦します。作成するのはこのうさぎ、ジョースモモさんに描いてもらいました。使用する木材は60ミリ角のホワイトウッド、初めて購入してみました。ただどうもうまくできる気がしません。できるかできないか、とにかく作ってみるしかないですね。さてまず60ミリ角の角材を何で切断するか。丸ノコでは1回では切断できません。ここはバンド奏で切断してみます。おお、結構きれいに切断できました。いい感じです。ちなみに三角スコヤと差し金でこのようにすると直角が簡単に取れることが分かりました。ウサギの図柄を貼るにはこの貼って剥がせるスプレーのりを使用する方法もありますが、これ1か2000円以上と値段が高いです。なので私はこのように養生テープを貼って木工ボンドで図柄を貼り付けていきます。こうすると後できれいに剥がせます。切断してみます。糸の子と同じで横に強く押したりすると刃が歪み、切断面が斜めになってしまいます。小さいカーブなどでは無理に曲げようとするとモーターの回転が止まってしまう仕組みになっています。横向きの一面が終わったので養生テープで貼り合わせます。正面を切断していきます。2面目は細かく切り落としても問題ありません。できました。養生テープを剥がしています。かなり粗いですができました。がよく見ると耳が変ですね。この作品の場合3面目も削って切断しなければいけなかったんですね。耳を調整します。最後にヤスリがけして整えます。出来上がり、こんな感じです。60点くらいかな。でも、やりたかったことができて満足です。耳は
いい感じにできたと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。